ブラックプールは、イングランド北西部、アイリッシュ海に面するランカシャーに属する多日、自治体であり、タウン及びバラの地位を有する、イギリス最大の保養地として有名である。19世紀半ばから、鉄道の開通により、観光客が多く訪れるようになった。その後、観光施設を持つ3つの桟橋が完成し、劇場、ダンスホールが作られて、 観光客が殺到するようになった。有名な観光地は市内を一望できるブラックプールタワーである。現在のシンボル的な存在である高さ158メートルのブラックプールタワーはパリのエッフェル島に刺激されて1894年に建設された。現在につながる電飾の発祥として知られる。2階建ての路面電車市内では海岸沿いに路面電車が走り、 二階建ての路面電車、バルーンも運行されている。ウィンターガーデンでは、毎年5月から6月にかけて、世界最高峰の社交ダンス競技会、ブラックプールダンスフェスティバルが行われる。その様子は、日本映画、シャルウィーダンスにも登場する。7月には、プロフェッショナルダーツコーポレーションが開催する。 ダーツトーナメントのワールドマッチプレイが行われ、世界各国からダーツプレイヤーが参戦する。サッカーではブラックプール FC がラグビーリーグでもブラックプールパンサーズが本拠地としている。ありがとうございます。